よくほら天使のようなって和田さんは天使のような人っていうとどういう人を想像する？なんか白い肌でなんか見た目じゃない、可愛い顔の人。見た目かよ。見た目か？あ、優しい人？普通そうだろ、はい、天使のようにって言ったら優しい人でしょ、はい、で怒らない人でしょ、天使のような人って、はい、うん、めちゃめちゃ怒るんだよ天使実は。そうじゃん、アダムとイブを楽園から追放したりするのも天使だしさ、うん、天使は天使ってぐらいで天の使いだからさ、はい、あのキリスト教の神様ってすごく怒りっぽいからすぐ怒るからさ、はい、そうするとその怒りを伝えに来るのは天使なんだよ。だから天使決して優しいとばかりは限らないんだよ、守ってもくれるけど怒る時は怖いんだよ天使実は。悪魔だってやっつけちゃうんだから悪魔より怖いんだよ天使は、みたいな。天使はもう文字通りだから天の使いですよ。神様は直接しないからずっと天にいるわけだから、天に行ってちょっと人間締めてこいやって言うと締めに行くのが天使ですよ。あんた人間守ってこいやって言われると分かりましたって。で天使途中からもうすごい階級制度が導入されるんだよね。9階級ぐらい、細かい階級があるんですよ。そういうのも天使の階級制度と面白いですよ。で天使一番偉いのが四天使とか、地天使、セラフィムケルビムなんだけどさ、偉い天使ってさあんまり地上に来ないんだよ、偉いから。セラフィムケルビムはいつも神の周りで守ってるだけでさ、地上に来るのは下っ端なんだよ。でみんなが知ってるさ大天使ミカエルとかさ、ガブリエルとか、大天使ってね兵隊の位で言うとねもうせいぜい少尉ぐらいなんだよ。でもそれ下っ端の方がやっぱり人間のところに来るからよく描かれてるっていう。間の辺のやつなんてもう絵探すのほんと苦労してない、全然描かれてない。一番上と一番下しか描かれてないんだよ天使って。